森森さん、こんばんは。なんかあまりにも不甲斐ないレースだったので、もう一回出ちゃおうかなって。お前、いやした。浅香さんがいるな。浅香さん。あ、もう出てっちゃったのかな。いないな、この部屋には。あ、いた。ああ、ギリギリまだ行ってないんだね、八景に。あれ、もう移動しろって言われてるじゃん。まあ、こんだけ人数いたからトップスプはないでしょう。 2.4K。 わあ、ゼッケン4。日本人が他。あ、本間さんがいる。本間さんだけか。あ、リーまたいるじゃん。ガツガツリー。ゲッ、ポール？マジで言ってんの？マジですか？マジポールですか？Pit lane speed limit is 60 kilometers per hour. Pit exit's clear. Don't cross the white line. どうしよう。そしたらスタート。いやー、ポール、あー、しかもゼッケン4だって。さっきゼッケン行ったのに全然気づかんかった。ポールって分が悪いんだよねー。燃料セーブできないから。ここでクラッシュしてん？あいつか。
やだな、後ろからどつかれんの？どつかれるの？っていうか、つつかれんの？本当はさっきので終わりにしようと思ったんだけどね。嫌なんだよな。ちゃんとさ、セッション内でさ、予選してのポールだったらまだいいんだけどさ、こうやって予選別にしてるとさ、絶対速くても走ってない人とかいるからさ。よいしょ。あれ、グリッド、なぜかポール、やめてほしい。The air temp is 26 Celsius 40 minutes。俺のタイムじゃ2周分しか行かないと思うから。
どうしようかな、スタート。超狙ってんな、2番手。Okay, Aki. Nice and neat. Stay out of trouble. Go. よし、あとは落ち着いていくだけだ。おお、なんか飛んでったなんか目の前横切ってったぞ。ミスった。2.5K か。早いね、後ろ。いやー、超緊張してる。くまるさん、こんにちは。じゃない、こんばんは。なんかね、ポールだったポールだった。2番手が離れてきたから、2番手じゃねえ、3番手か。この2台、俺と後ろの
勝負になりそう。ただ3番手がリーなんだよな。リーも遅くねえんだよな。Time to get defensive, mate.やべ、乗せすぎた。早いな、後ろの人も。後ろがどれぐらいのストレートスピードなのか。スリップ疲れてるからまあある程度は詰められると思うけど、こんだけ開いてれば詰められることはないな。詰められるっていうか並ばれる。でリーまで2秒か。それはセーフティーリードとは言えねえな。顔を見せてるね。イラついてんね。
force them to find the gap. B がちょっとずつ近づいちゃってんな。やつのペースの方が速いのか。まあ俺がねコーストしてるってのもあるけど、ここでやり合っててくれると助かるんですけど、そんなこともないよね。リーに飲まれるか粘るか。ちょっと頑張ってバトルしてね。そのまんまリーがポンって来られると結構困るよ僕。地味に速いんだよなリー。カルセルが本当に下手くそだ。やべ、インガー入りすぎた。いや、単独より後ろの2台の方が直線速いんだろうな。スリップ効果で。さあ後ろで変わっちゃうんだろうなドッティンガーで。
超伸びてるリーが。あー、もう仕掛けた。ミスったちょっともうちょい頑張ってよ。ゼッケン級あれ、リーがまた抜かれてる。オッケーオッケーオッケー。今の調子、今の調子じゃねえ。この隙に逃げよう。後ろの2台もう遅くはないからな。ワンミスでどうにでもなっちゃう。あれ今3周目でしょ。59秒2回だから多分5周で終わるはず。バチバチでやってんね、後ろ。ひよった。だいぶひよった。あれ、だいぶ開いたな。あーちゃ、ミスった。That's 20 minutes to go. 20 minutes.Right, Aki, that's half distance. Should be about 11 minutes of fuel left. ちょっと待って、まだ20分あんの？こっから4分もかかる？
あ、でもまだカルーセル行ってないから4分かかるか。後ろ3秒まで開いたか。もう突っ込みすぎた、調子乗った。また10リッターぐらいか。ってことは、27ありゃいいんだから。どういう止まり方したんねん。32リッターあるから2周で終われば足りる。で、俺のラップタイムだとあと3周ってことはないはず。でも16分過ぎてるもんね。Okay, Aki. 15 minutes left. That's 15 minutes. あと15分？あと15分か。
げえ、リーが前出てきてんじゃん。何やってんだよ。ついていけば26秒の差は結構セーフティーマージンだぞ。3秒遅くていいんだもんね。向こうが56秒出したとしても59秒で回りゃいいんだもんね。かといってミスをしたら何も意味がない。落ち着いてこう、落ち着いて。スタートあれ当たんなくてよかったわ。マジ見えてなかったから超びっくりしたわ。あれ、リーと差が開いてる。Okay, Aki. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. ここであと10分だから、確実に5周だね。ちょっとミスったな。
前追っかけんの諦めてそこでバトルしてるか。あぶねー、止めきれてなかった。10秒後にスタートライン切れば OK だね。次でホワイト。ホワイト、あと一周。We're running on fumes, mate. Come on, Aki. One more lap. Keep it together. We'll win this. だよ。ここがやっぱ安定しない。下手くそ。
めすぎちゃった。リーがちょっと話し始めてるね。後ろ勝負あったか。あ、ぶね。に入りすぎた。カールセルシクルっていうね。左フロントがちょっとやばいのかな。うん、入りすぎた。ああ、ちょっと来てんね、やっぱり。50% まではいかないだろうけど、 60% ぐらい。3リッター4リッターぐらい残しかな。勝ったぜー、ありがとうございます。ボルトゥーウィンだからね、逃げ切っただけっちゃ逃げ切っただけなんだけど。あー、でもやっぱり54秒出してる人は出してんだね。 2.6K か。いやあ、2.6K。Nice fight, well done.
no problem. I want to contour on straight books. Yeah. Hmm. その人が54秒出してる人が近くにいたらちょっとやばかったかもね。幸い後ろの方からのスタートだったからあまり上まで来ることはなかったけど、よし、ちょっとじゃあスタートちょろっと振り返って終わりにしようかな。なんか結構最初の方ガツサガツやってたみたいだけど、あースピンしてたんだマジこれ焦ったから、あ、やべえ、これさコックピット視点で見てたらさ、ヒュンってなんか飛んでったからすげえびっくりしたんだよね。ハンドル切ようとした瞬間にシューってマジ焦ったからこれ。おかげさまでここのコーナーちょっとアンダーっていうね。とりあえずこの後ろの M4 を引き離せたことが良かった。これ引き離せないでいたら結構しんどかったろうと思うよ。リーも追いついてきてるだろうし。あれこれで今年何勝目？ 4 勝目ぐらい？でもこの M4 の人も早かったな。そう、超手いっぱいだった。引き離すだけで。まあリーコがだいぶ引き離されたからね。それだけでもちょっと気が楽だったよね。楽しかった。疲れたけど、やっぱポールのプレッシャーってしんどいよ。まだ3番手とかの方が
気が楽。あ、結局事故って離れたんだ、後ろは。B がたまたま生き残ってきたんだ。よし、疲れたから終わりにしよう。何レースしたんだ今日。バカみたいにレースしてた。4レースしてるか。朝一のイムサにシルバーストーン、ニュルニュルニュル。4レース、そりゃ疲れるわ、4レースもしてたら。よし、とりあえず久しぶりの勝利。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。